の妻子供のその悲鳴が聞こえてきたんで、俺が行くまで、動かないように指示出して。消防団員はやっぱりその災害に直面した時には率先して最前線に出なきゃいけないわけですよね。それはやっぱり同じように恐怖心を味わっている家族を家に置いて出ていかなきゃいけないんで、最優先は消防団員である以上はこの集落の住民なんで、自分の地区の住民の方が無事だったかどうかっていうのを見て回って、まあ、その日はまあ寝ずにちょっと朝まで見回りとかをまあ消防団の方でしていました。団員というのはさらにまとまりがあるようになりましたし、住民の方々っていうのもまとまり方が随分違ってきていると思います。団結力とか結束力とか助け合っていくんだっていう部分は多分消防だけじゃなくて地域全体としてですね、やっぱりつながってきたんじゃないかと思いますね。ずっと断ってたんです。火事があってその場に行ったんですが、で見てて自分は何もできないかったんでちょっと悔しかったんで、自分も入りたいと思って入りました。10年ぶりの県大会ということで、この地元の方ももうすごい壮行会を開いてくれたり、もういろいろあったんで、もうそれが嬉しかったですね。学生卒業してしまうとやっぱりそこまで打ち込めるなんかっていうのもなかなかないんじゃないかなと、まあ自分は打ち込めた気がしたし、すごくやりがいのあることができたなと思いました。一つは自分の趣味の活用できる場かな。他の業種の方とかと地元の方とかですね、普段接し得ない方々とお話ができるということですね。癒しの場というか、はい、そんな空間です。一言で言えば仲間ですね。地域に貢献しているって、これは自負なのかもしれないんですけども、なんかそれが心のゆとりになると、もしいざ銀座で何か災害等があった時に自分も誘導できるかもしれない、そういう希望と安心感みたいなのはありますね。自分たちのところはまあ自分たちで守るっていうのが一番モットーですのでね、やっぱり自分を鍛えたり磨いたりですね、それからいろんな先輩やいろんな人たちから付き合っていることで、いろんな地域のことやいろんな人のことを教えてもらう、人づくりだったり地域づくりだったり、大きく言えば町づくりの確認もですねできる活動だと私は思いますね。はい。愛する町を自ら守るため全国の消防団員が活躍しています。大規模災害が続発している今、あなたの力が必要です。自分が住むとこは自分が守って当然だから、みんな優しいので一緒にやりましょう。一緒に地元のために頑張りましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。非常にやりがいのある仕事です。ぜひ参加をよろしくお願いします。私と一緒に消防活動をしてみませんか。みんな個人個人やりがいのあることを見つけられると思うんですが、はい。